ザルカーリーアイコールザルカーリーは11世紀のアラブ系の数学者、天文学者である。現在のスペイン、アンダルシアのトレドで活躍した、理論的な知識と卓越した技能を持ち、天文観測に用いる機器を製作した。その中には、どの井戸で用いることのできるアストロラーベやツイたちの間の時間を知ることのできる水時計などがある。ザルカーリーは、 プトレマイオスの地理のデータ、特に地中海の大きさのデータを修正した。さらに、演実点の点球に対する年齢の移動があることを示し、その値を測定し1年あたり12.04秒であるとした。これは、現在の値11.8秒に極めて近い。また有名な天体運行表、トレド表を作ったことでも知られる。またコプト歴、ローマ歴、 ペルシャ暦の月の始まりを求めることのできる表や、惑星の位置や、日食、月食の予測の表を作った。ザルカーリーの著作は12世紀に、クレモナのジェラルドによって、ラテン語に訳され、ヨーロッパのキリスト教国の天文学の発展に貢献した。ありがとうございます。